幾世代続いたでしょうか。サバニを操り、サンゴ礁に豊かな海の幸を追う暮らし、こうした長い営みが今変わろうとしています。日本列島にリゾート開発の波が打ち寄せ、ふるさとの風景は日々売られ買われています。巨大なリゾートマンションが姿を現しました。リゾートラッシュが続く沖縄県恩納村、地上17階地下2階、これが恩納村にできた9番目のリゾート施設です。ここでは現在さらに40ものリゾート計画が進行しています。部屋数154のこのリゾートマンションは最高価格3500万円、去年7月の売り出しとともに問い合わせが殺到し、わずか2ヶ月間で完売しました。いまだにキャンセル待ちをしている人もいます。オーナーの7割が東京の人で、その多くが投資を目的にしています。十分こう休んでですね、貿易摩擦とかそういうのを解消しまして、行かなきゃ生きていけないということもありますんで、皆さんもオーナーとしてお金を儲けるばっかりじゃなくてですね、十分使っていただいたらよろしいかと思います。恩納村では本土のリゾート業者が次々に土地を買収しています。このため村はかつて体験したことのない異常な地価高騰に見舞われています。5年前まで坪10万と言われていたところが10倍の坪100万で取引された例もあります。この辺の土地だ、だいぶリゾートの業者に買われました。買われておるよ。どのあたり、さあどのあたりだかわからんけど、とにかく50万余るだろ。坪これは話は100万という話だな。大体売る土地はないね、この時も。ほとんど買われておる。もう買われておる。もう次男さんなんかどこに家建てるかと心配だ。あんな大きいお家建てるとしは夢ほども見なかったもんね。全然知らなかったんですか。知らないです。私たちが模範校何でももらってないから、わからないです。気がついたらああいうのができちゃった。だからこんな大きいお家建てたねとしか。25階というものが17階になって。そうね。今後どうなるかそれわかりませんね。そうね、あとわからない。チャーナチ市場やーと言ってるだけでよ、まあ、未来は分からないもん。チャーナチ市場やーどうなっていくのかな。地元の人たちは困った時によくこう言います。今東京マネーがリゾートブームに乗ってこの小さな村に流れ込んでいます。今日本はリゾートブームと言われております。こうしたブームのきっかけになったのは3年前に制定された国の総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法です。この法律は日本にも欧米のような長期滞在型のリゾートを整備して国民にゆとりある余暇を楽しんでもらおうというところが第一の目的です。そしてそれと同時にこれによって過疎などに悩む地域の振興活性化を図り、さらには民間活力を導入して内需拡大を狙うというところにも目的があります。まあ一石二鳥どころか三鳥をも狙ったものになっています。ではこうしたリゾート法に基づいて全国の道府県から出されているリゾート構想地域、この地図の上で見てみますと、ご覧のように赤い地域がすでに国から承認を受けた地域でありまして24箇所あります。またピンクのところは現在申請中のところでありまして16箇所あります。合わせて40地域、面積にしまして630万ヘクタールに上っていまして、まあ、これは国土の面積全体の 16.6% を占めます。
私たちは今回の番組にあたって全国の3245の市町村を対象にリゾート開発についてのアンケート調査を行いました。全国の2747の市町村から回答をいただきました。回答率 85% という大変高いものでした。ご協力をありがとうございました。このアンケートの結果順次お伝えしていきますけれども、まず第一の質問です。リゾート開発構想がありますかという質問です。結果は開発構想があるという答えが 40.6%、 今はないが今後は考えたいという答えが 23.9% ありまして、合わせますと 64.5% に上っております。総数で言いますと1773の市町村に上ります。まあ、いかに多くの自治体がこのリゾート開発に期待して考えているかということが伺えます。このリゾート列島日本の今に焦点を当てて、各地の放送局のリポートを中心にこれからお伝えしてまいりたいと思います。北海道の屋根、大雪日高山系、この広大な地域九市町村にまたがる北海道富良野大雪リゾート構想は去年4月に承認されました。原野の中に忽然と出現した高層ホテルで知られるトマム、地中海クラブのサホロなど全国的に知られたリゾート地があります。その同じリゾート法の指定地域にありながら、日高町は今までリゾート開発が出遅れてきました。リゾート進出第1号に記念にあげるかっつって、これは江戸の石舞台になります。いや、江戸の石舞台かね、それこそ会社がオーナーだったらオーナーのお墓にしてもう十分あれするから。日高町長の浦部和義さん、町長経験は2期6年目です。過疎に苦しむ町にどうにかリゾート開発企業を誘致して地域振興の切り札にしようと考えています。この日は東京から大手の航空会社と建設会社のリゾート開発担当者がやってきました。町長は自ら案内役を買って出ました。それで全部下に降りてきてるという格好になるわけです。はい、いくらでもできますよ。いくらでもできますよ。町長ですね、はい、この辺のまあ、削った跡が芝生ですけど、はい、ああいうのは芝桜とかそういうのはつくんですか？つきます。いわゆるスキー場の後の夏場っていうのは汚いってよく言われるんで、ね、はいはいはい、その辺は全部花で飾るっていうのは可能は可能です。可能です。そうすると非常に今度は逆に自然が楽しくなるんですよね、はい、ただですね、うん、花で飾るのにはとてつもない金かかりますよ。かかります、はい、ということは草を一本一本人間の手で取らなきゃならないんですから。うん、なるほどね、はい、それはもうちょっとやそっとのあれじゃないですか。山一面芝桜って言ったらこれだけでもものすごいインパクト強いんですよね。いや、もちろんそうですね、だからスキー場の後の山がですね、はい、荒れた感じなんだけど、はい、あれをうまく景観ができるとですね、はい、これはもう全て自然もいわゆるいいしね、はい、一長両短なんだけど、日高町のリゾート開発には10年間に500億円を超える資金が必要です。それらの資金を全て民間企業に出させようというのが浦部町長の目論みです。どのあたりまで町自身でやられようとしているんですか？何も考えておりません、はい、むしろ基盤整備についてはゼロというふうに考えていただきたいと思います、はいはいはい、私どもは土地を提供することと、はい、だけしかできない町ですから、過疎地ですから、その代わりどのように料理されても結構ですと。ですから私どもの方は金もありませんし人もいませんと、それを一つご用意していただきたい。すごい。これは、はい、食べてて、はい、今来たら、はい、すぐ食べてってよ。はいはいはい、もうこれ美味しそう。はい、これは、はい、最初に持ってもらう。これが熊肉が入ってる。さあ食べてください。食べよ、食べてください。伸びちゃうね。こちらの施設は町営なんですか？去年4月、リゾート法の承認を受けた日高町のリゾート構想は、4150ヘクタールの重点整備地区にスキー場、ゴルフ場、乗馬施設、ホテル、オートキャンプ場を作ろうというものです。リゾート法にいう重点整備地区では開発規制が緩やかなため、リゾート施設の建設を集中的に行うことができます。
ここ日高町は総面積570平方キロ、東京23区に匹敵する広さです。そのほとんどが森林と農地。人口は昭和30年代をピークに減少の一途をたどり、今は2700人。農家はここ10年で半減しました。中には数千万円もの借金を抱えて離農した家族もあります。まあ胸の痛む話ですけれども、これやめて、そして道東の 農協の方に勤めに行って、一月も経たないうちに事故で亡くなりましてね。だから本当に悲劇の一家ですよ。で、残った家族は、残った家族は息子さん一人と奥さんと、結果的にその二人が農協に対する借金を背負って返していかなきゃならないって形なんでしょうかね。膨らむぐらいに、この方は4000万ちょっとだったと思いましたね。はい、ですけどまだ22、3の男の子がそれだけの借金返していくったら大変ですよ。はい、これ全部買ったってなんぼしますでしょうかな。80万か、土地代、そんなもんじゃないですか。はい、ですからあまりにもわびしい話です。はい、この6月、花博の会場に浦部町長の姿がありました。ゴルフ場の経営などにも積極的に乗り出している大手製パン会社の役員に会うためです。白いです。すごいですね、本当にね。平日で。どうしてこんなに。いや、ここそこのパビリオンのほんのわずかでいいですよ。我が町に来てくれたら。日高町の年間予算はおよそ22億円。そのうち自前の税収は2億円に過ぎません。1割自治にも満たない町の財政です。浦部町長にとって総事業費500億円のリゾート開発は壮大な賭けでもあるのです。それで、いやこれはあれで、フジパンさんには申し訳ない。私どもの熊笹でこしらえた饅頭ですよ。ああ、そうですか。はい、どうもありがとうございます。そうか、考えてみたら、それは商売のところにしてはご覧になって、町長の頭の中にはすでにリゾート開発の完成図が出来上がっています。4150ヘクタールの広大な土地はリゾート施設を経営する企業ごとに細かく区分けされています。あとは企業の固有名詞を書き入れるだけだと言います。日高町役場でリゾート開発を担当しているのは企画室の職員です。彼らの仕事は民間企業のリゾート開発をさまざまな形で手助けすることです。開発に必要な許認可手続きを企業に代わって進めるのはもちろん、用地買収まで行います。こちらから安孫峠からこちらにかけてね、別荘分譲の予定地の図面を山林や農地など土地の用途別に色分けし、地権者への交渉に当たります。言ってみれば自治体自らが企業の代わりに地上げをするわけです。それにこう当たっていくということはある程度並行して進めていくような。今町が進めようとしているリゾート開発地には農家など十数戸が暮らしています。町長自ら住民と話し合いを始めています。伊沢さんの今休校してるのどこまでさ、田んぼは。あれね、あそこのフルーチャーでしょ。うん、あそこまで、ね、あれ向こうまで、向こうまで、ね、小塚市さ、あっちも今、小塚市、ね、からな、うん、何丁部は持ってる。これね、どうしよう、抜けて7丁ぐらいあるかな。7丁ぐらいあるの、うん、これ山は山は10丁分。山は10丁分。あ、すげえや。十何軒持ってた。そう、はい、いや、それは伊沢さんあれだわ。それだけ持ってたら絶対あれだ、私は損させね。あれはこれからあれだ、娘さんの代にも困らんだけのものをこしらえとかなかった。今 あれは何、子供は、子供学校行ってる、うん、何人で、3人かい。結婚するの遅かったからね。3人かい。そうだな、うん、それがためにもこれだけ守っていかなきゃならんわね、うん、
やっぱりいい筋持ってるね。過疎脱出の切り札としてリゾート開発に走り始めた浦部町長。しかし町民すべてが戻手を挙げて歓迎しているわけではありません。まあ我々はまあむしろね、買収する金額が一番問題になってくると思うんだよね、正直言って。そうだね。リゾートやる、まあ、企業体にね、その前言ったなんぼとかで貸すのがいいのかさ。それはちょっと難しいな。だって貸す場合だってあれだ、村上さんも農業員やってらっしゃるから貸すという形の中で農地転用できるかどうかってことだね。そうでしょ。いやそうだったらね、これはあくまでまあ理想等って法律はあるけどね、それじゃあまあ断るってことはできるんだからね。そう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 、だからまあそうでないものをいかに作るかということがやね、やっぱり大事じゃねえかな。だからそれにはさ、やっぱり一部農家の人たちもそういうところに入れる農作物、あるいは食品加工業、そういうものはやっぱりみんなして作っていかないとね、ならんだろうし、ただ単に あれだ いくらリゾートだって開発業者だって働かないものに金渡すだけの営業はしないわけだからさ、やっぱりみんな働いてもらうってことになるんだからね。まあ、そこら辺がね、どの程度までさ、まあ、トマムの例見たらどうも百姓の奥さん連中の指が太くてどうもそのお客さん向きでないとかって話まで聞いてるからねいや お客さんに対する、まあ、接客の態度もそれはね、それはもちろん町の人間から見たらこれ変わってるからね、まあ、そういうとこいろいろな問題はあるよね。うん、ある、それはある、まあ、これから大きな問題で解決していかなきゃならないんだよね。瀬戸内海の島々にもリゾート開発の波が押し寄せています。主要な産業であるみかん栽培が低迷し、人口の減少がとどまりません。沿岸の愛媛、香川、広島のリゾート構想もこうした島々を対象に民間の投資で地域の振興を図ろうとしています。愛媛県赤骨島、みかん畑が広がるこの無人島を大阪の食品会社が丸ごと買い取ろうとしています。オレンジの自由化を前に、みかんの原炭が進む畑をゴルフ場や会員制ホテルなどを備えた高級リゾートに変える計画です。リゾート法の第1条には、良好な自然条件を有する土地を民間活力で開発することが謳われています。そのために国はさまざまな優遇措置を講じました。民間企業と自治体に対しては税制上財政上の特典が与えられます。さらに従来開発を厳しく制限してきた国立公園や森林農地などの規制が大幅に緩和されたのです。瀬戸内海国立公園の中にある島でもリゾート開発が目白押しです。黄色の点はリゾート開発が計画されているところ、赤い点は企業による土地の買収が進められているところです。特に広島と愛媛のリゾート構想が接する芸予諸島では17の島で実に9つのゴルフ場、11のマリーナ、30を超えるホテルなどの建設が計画されています。リゾート法をきっかけに地方の自治体は地域の活性化を目指し、また民間企業は資金の投資先を求めて一斉にリゾート開発に乗り出しています。ではもう一度全国市町村アンケートの結果です。リゾート開発を進める事業主体はどこなのかを聞きました。その結果は、自治体自らが事業を進めるというのが271の市町村、また自治体と民間会社が作った第三セクターというのが297ありまして、この2つを合わせますと民間企業主体のところにほぼ匹敵します。次はリゾート開発で何を最も期待するかを聞きました。その結果は経済波及効果がトップで、以下過疎対策、雇用の促進、地方のイメージアップなどとなっています。リゾート開発によって何とか地域の活性化を図りたいという自治体の気持ちが伝わってくるようです。
さて今日は映画監督の山田洋次さんにスタジオにおいでいただきました。映画の男はつらいよ寅さんシリーズをもう20年以上も撮り続けていらっしゃっております。また日本のそのふるさとの風景の変わりゆく様をずっと見続けていらっしゃいました。山田さん、はい、今のこの3つのですね、地域の状況をご覧になってどう思われますか。まあ今の日本、のこうなんていうかな、はそういうもんだって気がするんですね。だから随分いろんなあのリゾートのね、はい、踊る土地ってあの出てきたけども、結局その合わない農業なんかやめなさいと、漁業もやめなさいと、そのうんともっといいお金でホテルに雇ってあげるとか、あるいはそのゴルフ場で働けばいいじゃないかとか、ゴルフ場の草取りだってもっといい金になりますよっていう論理で、だから土地を売りなさいってことでリゾートを開発が行われているんだろうけども、つまり農業が合わないからやめてしまえと、あのそしてそのもっとよろよく金をその稼ぐ方法を考えなさいというふうな論理がまかり通っていいんだろうか、なんかそんな気持ちすらあのするんですけどね。あの山田さんはあのこれまでずっとですね、地方のそういう状況をですね、はい、見続けてこられて、特にあの1970年 の、あの大阪の万博の開かれた年に、家族という作品をですね、あの発表されておりますけど、本当これあの印象に残る作品でしたけれども、そこではどんなことをですねあの山田さん訴えたかったんでしょうか。あの、まあ、言ってみれば戦後の日本の高度成長の一番こうピークの時代だったな気がしますけども、はい、今から20年前ですね。そうですね。でまあ、あの大変ムードって言われたりしていたんだけど、こんな時代にもとてもひどい思い、辛い思いをしてる人たちもいるだろうということをよく思ってたんですけどもね、ちょうど硫黄島炭鉱がどんどん閉鎖された時期ですね、はいはい、で閉山されてそのあちこちにその炭鉱労働者が新しい仕事を求めて、まああの転職するというようなことがどんどんその頃あったんですけども、そんな一家がねこう日本列島をこうずっと長い旅をしていくとどんな目に遭うだろうかと、でそんな映画作りたいなと思ったんですよ。でまあいろいろストーリー考える中で最終的にはその北海道のこの道東の方の酪農地帯に新しい仕事を求めるという、あの九州の硫黄島っていう炭鉱のね、そこから北海道まで行くんですよね。島に遊びに行く人たちがあのスペイン風とでもいうか、そういうホテルに遊んでプールで泳いだりテニスをしてしたりしてこうさっと帰っていくということ、そういう行為の中につまり長い歴史のあるこう静かな硫黄島、その住む人たちへのこうなんていうかな敬意というかね、お邪魔させていただきますと、私たちもこの島でしばらく暮らさせてくださいというね、この夏休みをね、そういう気持ちが全くないわけでしょ。だからそこに巨額の何億何十億という金をつぎ込んでドカドカドカと、その生活とあるいは日本人の生活と何も関係もないような妙な建物をゴテゴテ建てるなんてことは、あの本当にこう悲しいことだなと思いますね。よう眠れたですか。はい、すっかり寝坊してしもって。で、あの炭鉱は閉山になったけれども、まあ、辛い別れをしてこの家族は硫黄島の人たちとね、そして新しいいろんな苦労をしてたどり着いた北海道の道東のあの牧場地帯であの新しい仕事を、牛飼いの仕事を始めると、まあ、これからたくさん辛いことあるだろうけども、この一家はきっと必ずや頑張ってそのなんとか第二の人生といいますかね、あの過ごして幸せな家庭を作るに違いないという、まあ、希望を託して
エンドマークがを出したわけですけどもね。これが玉井さんですね。何か植えてんのかな。映画家族には一人のモデルがいました。玉井博さんという酪農家でした。酪農やってたわけだけど、いたいたいた、玉井さんがいた。山田洋次監督が20年前に目にした玉井さんの暮らし、それはまだ夜が明けやらぬうちに夫婦で起き出して一頭一頭牛の体の具合を気遣いながら乳を絞るという日々でした。その玉井さんの家から牛の姿が消えてしまいました。健康の加減でね。どうですか。どうも本当にどうもおります。どうもいつも本当にすみません。いいえ。今の何ですか。これかぼちゃの。かぼちゃ、ハウスの中でかぼちゃの苗を立てて、そのとこをあの作ってる。何頭ぐらいだったわけですか。これはね、あの10頭です。親牛10頭、10頭から始められたわけです、ね、そうですね。去年の2月、玉井さんは30年続けてきた農業に見切りをつけました。30年の間に玉井さんに残ったのは7000万円の負債でした。もう何だろう、虫の息みたいだけが残ってるみたいな感じで、ね、はい、ここにびっちり全部いたわけですから、あの、ね、向こう端まで、はい、ここに、ここは何頭ぐらいでしたか。ね、30頭つなげる。いえ、あの30頭ってないですね。全部であの70頭までいたんです。そうですよね、はい、それがいたんですよね、はい。あの搾乳牛ばっかりあの30つなげる形なんです。昭和30年、国は新しい酪農のモデルとして混戦パイロットファームを別海町に建設しました。玉井さんも含め361戸が新天地への夢に魅せられてこの事業に参加しました。10年後、酪農近代化政策が打ち出され、農家は多額の借金をして大型機械などを買い入れました。しかし急激な増産は生産過剰を招き、国は今度は逆に生産調整を行い入荷も引き下げたのです。新天地への夢を抱いた361戸の農家、そのうちすでに半数が離農しています。乳室奨励金っていって、あの大きなそのバルククーラーを入れることによってね、あの牛乳あの1キロに対して8円の奨励金がつくということで、あのタンクを入れると。そうです。そしてね、その輸送艦で、僕ら輸送艦で出してる人はあのそれがつかないわけです。だってそのタンクは買うわけでしょ、メーカーから。そうです、買うことを奨励する。そうですね。そしてね、僕だけあの抵抗してたんですけど、そうしたら あっちこっちにその機械が入り出しますしね、そうして今度あのそうしたら輸送艦で出す家がだんだん少なくなったら、あの集荷費がね、あの牛乳を集める費用があの3倍にも4倍にもなりますよって脅されたり、そしてあのそういうトラックももうあのチャーターできないから自分で、そしたらあの注入場まで持ってきてもらいますっていうようなね、そういうもうあらゆる手段でやられたんですね。それで僕もね、あのそういうことだったら自分で持っていくったって、あのいい加減牛の作業や草刈りの仕事忙しいわけですから、そんな持っていく暇なんかありませんわね。それでね、僕もあの最後やむなくあの僕もあの小さい、みんなよりも小さいもんだったんですけど、バルククーラーっていうのを入れたんですよ、そうしたらね、その次の年にね、その入室奨励金打ち切られたんです。あ、そのそういう制度はなくなっちゃった。はい、はい、
もう最後の最後はバルククーラーがみんなに行き渡ったところで、はい、そこで打ち切ったんです。本当にね、あの日本の農政っていうのは残酷ですね。残酷と言って、だってそのことでだってメーカーはちゃんと儲かってるわけでしょ。そうなんです ね、 ね、うん、なるほどね。自分の好きなように作ったり、好きなものをあの自分で作ったり、好きな分量を作ったり、たくさん作っても叱られるし、そうですね、そういうことができないんです ね、 自由が不自由なもんなんですね。そうなんですね。玉井さんは今別海町の特別養護老人ホームで警備の仕事をしています。玉井さんにとって夕方5時から翌朝9時までの勤務は決して楽ではありません。それでも酪農に比べれば今の仕事の方がずっと楽だと言います。しかし辛くてもいいから好きな牛を相手に暮らしていたかった、玉井さんがそっと漏らした言葉です。NHK のリゾートについてのアンケート調査に別海町はこう回答しています。酪農が低迷しているため、今後町の活性化の柱としてリゾート開発構想を考えたいと。青森県の岩木山麓です。ここでも国営パイロット事業が行われました。昭和30年代の後半、21億円もの国費が投入されたこの事業は、当時としては最大規模の農地開発でした。その岩木山麓が今リゾート地帯に変わろうとしています。この土地は牧場でした。現在東京の大手リゾート開発企業国土計画によって36ホールのゴルフ場に姿を変えようとしています。6月29日、青森県の津軽岩木リゾート構想は国の承認を受けました。総事業費は1150億円、その中核になるのが岩木山麓です。スキー場、ゴルフ場、高級分譲別荘地、クアハウスなどの建設が計画されています。莫大な国の補助金で開拓した岩木山麓のパイロット農地はおよそ2100ヘクタール。それをすっぽり飲み込むようにして、今回のリゾート構想の重点整備地域が設定されました。もともと岩木山麓の国営パイロット事業が目指したのは酪農でした。しかしこの地に酪農は根付きませんでした。その後ブドウやリンゴ、レタスやキャベツなどの高原野菜、さまざまな作物の栽培が試みられました。しかしいずれもうまくいかず、農家のほとんどが出稼ぎをしています。出稼ぎで手入れの行き届かないリンゴ畑に発生するフラン病。この病気は1本の木に発生すると次々に周辺の木に伝染し木を腐らせます。フラン病に侵された木は切り倒し焼き払うしか手がありません。6月末、津軽いわきリゾート構想が承認されると、いわき山麓では企業による土地買収の動きが活発になりました。中心になっているのは地元の自治体と経済界とで結成した第三セクターです。パイロット農地として開拓された農地をリゾートの予定地として買い付けようというのです。我々も今度どういう本格的な事業をやるか、今計画作りやったり、今度こういう土地を調査したりして、ね、皆さんにもいろいろとご説明したりしなきゃ、そういう準備に入ってるわけなんですよ。この20日過ぎっていうのはそういう事情でした。今
この日開発企業が訪れたのはリゾート予定地の真ん中に畑を持つ農家です。この農家は2000万円の負債を抱えています。去年の秋に第三セクターの手によって作成されたいわき山麓のリゾート開発計画書。ゴルフ場、リゾートマンション、高級別荘地などがパイロット農地の上に計画されています。国の莫大な補助金が投下されたこの土地は農業振興地域に指定され、これまで開発が厳しく制限されてきました。今回のリゾート法の承認によってその厳しい規制が外され、農地転用できるのではないかという思惑が走り始めました。これはいわき山麓にあるリンゴ農場、農事組合法人弘前リンゴ和花栽培組合の登記簿です。なぜか役員の全員が東京の人間に変わっていました。この組合は2億円近い負債を抱え、かつての役員の中には姿を消した者もいます。農地は荒れ放題に放置され、農事組合としての実態もないのに、どうして東京の人間が役員として登場したのでしょうか。事務所も東京に移転されています。日付は去年12月28日、いわき山麓地域のリゾート法申請を間近に控えた時期でした。弘前りんご和花栽培組合の事務所は東京江東区のマンションの一室にありました。訪ねた部屋にいた男性は、ここは不動産業者が事務所として使っていると言います。しかしなぜ名義変更をしたのかについては一切明快な答えは返ってきませんでした。はい、ただ仕事の一環としてそういう成り行きになったんじゃないですか。あ、ここは別に銀行の専門じゃないわけですか。違いますね。他は何をやってらっしゃる。不動産業。不動産。さらにこのリンゴ和花栽培組合の土地には別の東京の不動産業者によって1億円の抵当権が設定されていました。抵当権の仮登記が行われたのも去年の12月、役員の名義が変わって間もなくのことでした。この不動産業者はなぜ荒れ放題の農地に大きな担保価値を見出したのでしょうか。分譲するなりね、リンゴの木をつけて分譲するなりなんて言ったらもう素晴らしいとこだね。私はそう見た。でも価値はないよ現在はね。あ、リゾート法が通れば、リゾートになれば要するに価値を生むということですか。生むだろうね。リンゴの木10本つけるとか。分譲にもしあそこにね、本当そんなものができたとしたらもう大変ですよ。で、色とりどりのね、赤い屋根とか青い屋根とかね、とんがり星の時計台だよ。いわき山麓の多くの農家は借金を抱え離農する人たちが相次いでいます。その中には借金を返済するために
農地専門のブローカーになっている人もいます。小さいの取ってくの娘よくなったな。高橋翔一郎さんは東京の企業に依頼されて100ヘクタール近い農地の取りまとめを行っています。企業が直接農地を買うことは許されていません。しかし農家の高橋さんなら農地を買うことができるのです。高橋さんはかつての開拓仲間を訪ね歩き農地の買収話を進めています。日がコントロール下が高じるから、まあ、今ピッキのやつもこの日高橋さんが訪ねたのはパイロット農地でブドウを栽培していた木村裕二さん。木村さんも1億円を超える負債を抱え土地はすでに農協に差し押さえられています。一つ兄でさやるってことはあくまでもあそこが勝負の場所だから単なる3日には来日ってことはあるさ、基本的にはそうなんですよ。ただ1億5000万円は完全にならないと私の今の金が進まらないよってことは頭から何でも起きても取れないんです。ただそれだけのが有名で、誰も相談する人もないし実際が神田にありますよ。今でもですよ神田にあります。昭和30年代から農業の大規模化を目指して全国各地で国営パイロット事業が行われました。巨額な国費が投入され農家に負債を残したこの土地に今リゾート開発の波が押し寄せています。秋田県森吉さん、この山にスキー場ができたのは3年前のことです。地元阿仁町は昭和51年、まだリゾートという言葉も耳慣れない頃に町の活性化にはスキー場しかないという方針を打ち出しました。森吉さんの雪質の良さを売り物にスキー場経営に実績のある企業の誘致を秋田県に依頼したのです。国土計画が進出を発表したのは昭和58年のことです。これで過疎から抜け出すことができるとその進出計画に町中の期待が集まりました。私は堤でございます。今両町長さんからご紹介をいただきまして恐縮しております。県の方にお任せしてどこが一番立地条件がいいかという一番いい山を紹介してほしいということであります。来るお客さん方はかなり余裕があるわけです。ふるさとの代わりに休暇を取って農村地帯に行ってみたいという気持ちを持っております。ネットぐらいまでお願いします。町を挙げて期待をかけたスキー場、しかし思ったほどに雇用の機会は増えず過疎化を食い止めることはできませんでした。秋田県北秋田郡阿仁町、かつては阿仁鉱山が栄え1万人を超える人でにぎわった町でした。それが昭和45年の閉山をきっかけに人々は町を去っていきました。山あいのわずかな水田では家族の暮らしは支えきれません。出稼ぎが大きな収入源でした。しかしこのところ出稼ぎをする人が減っています。高齢化が進み出稼ぎにも行けなくなったのです。阿仁町の65歳以上の老人は1241人、
秋田県で最も高齢化が進んだ町です。トネリクなっちゃう感じがするから年いてから食いまねえとねもな西根与太郎さんは27歳の頃から出稼ぎに出て4人の子供を育て上げました。子や孫に囲まれて暮らすことを夢見てきた西根さんです。しかし長男は東京の建設会社へ、三男は秋田の市営バスへ、長女も町を出て嫁いでいきました。次男だけは町を離れることを許しませんでした。田んぼを守っていくためです。それが10年前、西根さんが65歳で出稼ぎを辞めた時、今度は次男が一家のために出稼ぎの後を継ぎました。有町はとにかく企業に来てもらえればとスキー場までの道路を整備しました。道路の建設に要した費用は3億6000万円、町の税収の 1.4 倍にも上る額です。さらに除雪の出費も毎年加算ばかりです。スキー客を見込んで有町は1億円をかけてペンション団地を造成しました。しかしここでも町の目算は大きく狂いました。1棟5000万円というペンションを建てるだけの資金を持った人が地元にはいませんでした。16区画のうちペンションができているのはわずかに2つ、それも町外の人の経営です。スキー場収入の大半はゴンドラとレストランの売り上げによるものです。ここは国土計画の直営です。町に入るのは年間およそ1000万円の固定資産税だけです。西根与太郎さんの地区に最後に一軒だけ残っていた茅葺きの家が解体されることになりました。こうした時には一軒の家から必ず一人手伝いに出てきます。この地区には26戸の家があります。もちろん昔は全て茅葺きでした。お年寄りはこう話しています。初めて瓦屋根の家が建ったのは30年ぐらい前、珍しくて入れ替わり立ち替わり見学に行ったものですと。古くなった茅を外すことをこの地方ではほぐすと言います。茅葺きの屋根を拭いたりほぐしたりすることは昔から共同作業でやってきました。みんなで茅で屋根を拭いたのはもう50年も前のことになります。拭き方を知っている人はほとんどいなくなりました。この家を最後にみんなで屋根をほぐすことさえ
なくなるのです。あとでちょっと上がってみますか。上がってちょっと猿の惑星やってみればいいね。もう一回これ僕からなぜ今日やるから、なぜ今日やるからここで切るよ。秋田県のリゾート構想は去年リゾート法の承認を受けました。有町はマタギのふるさとゾーンとして重点整備地区になりました。結局こう農業政策の失敗のつけがですね、結局こうリゾート開発ということでそこにまあつけいってくると、そうしますとね、そこで働いていた農民というのはですね、本当に生活生産の基盤である土地からですね離れざるを得ないと、いうことになってしまうわけですよね。そうですね、そういうことってたくさん他にもあるような気がしてしょうがないですね今の日本に。で僕の今度の一人息子って映画の親父さんもそうだけども、とても頑固でね、一徹でみんなからへそ曲がりとしてこうややそののけ者にされてるような人なんだけども、そういう人のこう意見10人のうち9人がこうだと言っても1人こう頑固に言い張る、嫌だって俺は嫌だと言い張る、俺はこの土地を抜きたくないと、私は嫌だここの土地でここで死ぬんだと言い張る人が出てくることが大事であり、なんかその人のこう意見をちゃんとみんなが聞く、息子っていう題名、息子って言うんです、でしょうけど、どういう映画なんですか。東北のね農村と東京が舞台なんですけども、今映った何人もいろんなその人たち見ながら、あこの人がモデルかなと思ったりしたんですけども、そういう東北の出稼ぎで過ごしてきた父親とで息子や娘はみんな嫁に行ったり東京に働きに出たりなんかしてる、で結局最後に親父が一人残ってしまう、彼はそこでそのままこう暮らしていたいんだけども、結局自分の体が効かなくなるとこう結局その村を離れざるを得ないという、で子供たちもかわいそうだけども親父のかな気持ちを汲んでやることができない、しょうがないから、親父の気持ちがあるけども、お前老人ホームにじゃなくてその小さなアパートにね、移ってくれと、そういう、こう結末になる物語なんでね、なんだかその今まで描かれた日本中のね、特に年寄りの人たちの顔を見ながらね、他人事じゃないと、この人たちの映画を作るんだという気持ちがまた改めてしたりしたんですけども、それではもう一度この市町村へのアンケートをご紹介したいと思います。リゾート開発でどんな施設を作る予定なのか、それを聞いてみました。そうしますと最も多いのはゴルフ場です。次いでホテル、スキー場、マリーナといった順番になっています。これらはいくつか組み合わせになっておりまして、山岳型のリゾートではゴルフ場とホテルとスキー場、また海洋型のリゾートではゴルフ場とホテルとマリーナというような組み合わせになっています。これを称しまして山の3点セット、海の3点セットと呼ばれております。この地図の上の点は現在あるゴルフ場を示してあります。総数は1600余りに上ります。日本消費者連盟の調べですと、この上にさらに1000近いゴルフ場が計画中だということです。このゴルフ場に対しましては
農薬環境問題で批判が集まっているわけですが、それでもなおかつゴルフ場が増え続けるというのは一体なぜなんでしょうか。ゴルフ場の開発ラッシュはリゾート地を中心にとどまるところを知りません。この日も茨城県霞ヶ浦に一つのゴルフ場がオープンしました。それから大和証券株式会社第二業務部長殿岡治様、以上の5名の方どうぞ左の樽の方にお集まりください。それから右側の方の方ですけれども、東京銀行業務常務取締役。このゴルフ場の会員権は現在6000万円です。ゴルフ場の会員権とは一般的にはプレイする権利ですが、それが今金融商品として出回っています。このゴルフ場ではオープンの2年も前から会員権の販売を行っています。募集価格は2000万、その後4000万、5000万、6000万と値を上げました。これは初めてですか。はい、初めて。今回ゴルフ場会員権。あ、違う違う、まだいっぱいある。いっぱいある。遠くらい持ってる。遠くらい持ってらっしゃるんですか。そう、いや私は守ってる。この人とみんな遠いじゃん。私は4つか5つ。みんな倍以上ですね。みんな3倍くらいじゃん。結構なことですね。おかげさまで。それじゃなくちゃ買わないよ。そうですか。そのために買ってんだから。やっぱり値上がりあるってことで買われるわけ。そうだね。在宅だね。あの社長、オーナー社長からいらっしゃる。もちろんもちろん。ご本業とね、その会員権仕組みとどうですか。会員権の儲かったね。え、会員権の儲かった。ご本業ってすごいな。ゴルフ会員権は今や不動産や株式に次ぐ第三の金融資産。これが会員権業者のキャッチフレーズです。この業者は全国およそ750カ所のゴルフショップ会員権業者と電話回線で結び、瞬時に取引をしています。今や1億円を超えるゴルフ場も少なくありません。千葉県市原市に4年前にオープンした会員制のゴルフ場。高級感をセールスポイントに2500万円で一時募集した会員権を、今年の7次募集では1億5000万円で販売しました。このゴルフ場の開発に要した資金は120億円。これまでに販売した会員権の総額は140億円。投資した資金は全て回収した上に、さらに20億円もの差額を開発企業は手にしています。全国各地のリゾート開発に必ずゴルフ場が組み込まれるのは、こうした会員権による資金の回収が可能だからです。このゴルフ場ではさらに今後150人の会員を募集する予定です。次の募集価格は一口2億円。銀行は今会員権売買に積極的に融資しています。会員権の相場は株価と連動したような動きを示しています。あの波はあるんですね。こういう一直線に上がるっていう見方をするのは良くないと思うんですが、こういうウェーブをかきながら上昇してきますね。どこまで行くかちょっと分かりませんけどね。でもやっぱり、お金が日本には結構あるし、絵を描いたい心理と同じでね、必要か必要でないかだけで物を見ないようにした方がいいと思いますね。ゴッホの絵買って必要か必要でないかって言ったら1枚あればいいじゃないかと思うんでしょ。でもそういう方はお金がある限りまた買いたいと言ってますよ。だからそれは日本が世界中からお金を集めちゃってるから、まだまだ上がってしまうんでしょうね。
そこにちょっといっぱい木を植えて